江戸タ、沼袋原の戦い。江戸タ、沼袋原の戦い。江戸タ、沼袋原の戦いは、室町時代後期の文明9年4月13日、旧暦イコール、1477年5月25日に、武蔵国江戸タ原、沼袋、現在の東京都中野区江戸タ、沼袋付近で、伝道館と、豊島安恒との間で行われた合戦。 長岡毛春の乱での戦いの一つ。なお、当時唯一の記録である、大田道館城には、戦場となった場所が、エゴタゲンと記されており、後に、これを下敷きに書かれた、鎌倉大蔵氏で、エゴタゲン沼袋となっていることから、研究者の間では一般に、エゴタゲン合戦と呼ばれている。文明8年、1476年、関東関連山内上杉秋貞の有力家臣。 長尾影春が、小学校と結んで武本を起こし、翌文明九年、1477年正月に、秋貞及び大喜多に上杉貞正が守る伊カゴの陣、県埼玉県本城市五十を吸収した。秋貞、貞正は、大敗を起して敗走。長尾影春の乱。影中、影信の二代にわたり、関東官令下の火災職を務めた、影春の白井長尾は、 関東で大きな勢力を有し、影春の挙兵に、小磯城、神奈川県大磯町の越後五郎城、小沢城、神奈川県愛好郡愛川城の金子家紋んすけ、みぞろぎ城、神奈川県厚木市のみぞろぎ正重、小津く城、神奈川県横浜市港北区の矢野兵吾介など多くの国人、地侍がこれにこうした。南武蔵の名族豊島氏も影春にこして、 上杉氏に反旗を翻した。あ、としまは、坂東八平氏の秩父氏の一族で、平安時代に、源氏の家人となり、前9年の役、方言の乱にも参陣した。源の頼朝が挙兵するとこれに従い、鎌倉幕府の有力御家人となった。としまは、武蔵国内に、根ギ氏、板橋氏、平塚氏、小串氏など多くの諸流を廃して、室町時代になっても、 大きな力を有していた。足利武官によれば、その所領は、豊島、足立、新座、田東の四軍2300余、長部、五万7500国に上ったと伝えられる。この時代、豊島氏は、石寺城、東京と練馬区を居城とし、当主は、影湯、左衛門の城や鈴であった。小学坊、足利重氏と関東管領上杉氏との共徳三年。 1453年以来の長期にわたる戦乱である京徳の乱では、豊島氏は上杉氏に味方していたが、この乱を通じて、武蔵国で大きく、勢力を伸ばし岩月城、埼県埼玉市、川越城、埼玉県川越市、江戸城、東京都千代田区を築いた、大木谷上杉氏火災の大田道真、道館府市との対立が、豊島氏が影春にこうした原因とされている。 ことに、豊島市の領域近辺に、江戸城を築いたことは、豊島市の権益を脅かしたであろうと考えられている。また、関東官理課を補佐する山内家家再職を務めた、白井長美家との政治的な結びつきを放棄に至った、理由とする説もある。黒田元木駒沢大学非常勤講師の論考による。豊島安恒は、石寺城、その弟の大名は、根島城。 東京都練馬区で挙兵し、大田道館の居城江戸城と川越城をつなぐ道、江戸川越通い寺を遮断した。文明9年、1477年3月14日、道館は、尺辞城を攻略を画策するが、来園の相模勢が玉川の増水のためとかできず断念。直ちに矛先を転じて、相模国の影春放送等にかかった。道館は、 相模勢と合流して、同月18日、ミゾロ城を攻め、ミゾロギ正重は城に火を放って逃亡。小磯城の越後五郎四郎は降伏した。続いて、小沢城の攻略にかかるが、守りが固く容易に落ちない。そのため、道館は、川越城に、老井之助たら上田光助の助を、江戸城には、上杉朝、ぎまさ、道館の主君。 上杉貞政の弟、三浦高級、貞政の兄、吉吉成高、大森三ねより、千葉地種を入れて、武蔵の守りを固めさせた。影春方も小詰めに動き、吉里区内、実相寺らが、小山田要外、東京都町田市を攻め落として牽制。4月、小津江城の矢野兵吾助が、川越城をつかんと出撃。同月10日に、助田だ。 上田光月の助と、勝元、鈴すぐろ原、埼玉県坂戸市で合戦となり、矢野兵吾助は重傷を負って撤退した。同年4月13日、大木谷上杉市の火災、大田道館は、江戸城を出発し、練馬城に矢を打ち込むと共に周辺に放火した。これを見た練馬城主の豊島康明は、百字以上にいる兄、安常、ただし、安常、大の名に関しては、 当時の資料には、影湯、左衛門の城、平衛門城との関都名の記述しかなく、実際にそう呼ばれていたか否かは不明であるに連絡を、鳥前軍で出撃、道官もこれを引き返して、これを迎え撃ったため、両者は、江戸タ原、鎌倉大蔵市では、江戸タ原沼袋で合戦となった。なお、この時道官は、氷川神社、東京都中野区日本人を置いたと去る。 戦いの結果、豊島方は、大名ほか数十名が、討ち死に、鎌倉大蔵氏では、板橋氏、赤塚氏、以下150名が戦死し、生き残った安常と他の兵は、石寺以上へと敗走することになった。この戦いについては、道館があらかじめ、江戸多元付近に副兵を潜ませた上で、少数で、挑発行為を行い、豊島方を平場におびき出したものとする説が、有力である、 桂木明彦、入井ヒ雄、八巻隆、マ藤秀夫その他。なお、以前は道館が最初に攻めた城は、平塚城とされていたが、現在は、黒田元木、斉藤新一、則武雄一、西、古府僧、入井ー雄、桂木明彦、八巻隆キ斉藤秀夫らの指示に入り、練馬城とするのが新たな通説となっている。有名な道館の足軽軍法により、 一気打ちの騎馬武者に軽快な足軽が集団で攻めかかったことが、勝因であったと解説されることがあるが、実のところ道館の足軽文法は、江戸時代の大田焼に名が記されているだけで、実態は不明である。その後安常は、石寺城に逃げ込み、翌十四日道館は、あた山、旧地名、城山、東京都練馬区城、石寺三丁目イコール面。 和瀬田高等学院付近に陣を敷いてこれと退治した。18日、安爪は城を出て道館と会見し、降参を申し出た。城の破却が当時の降伏の作法であったが、安爪がこれを実行しなかったため、偽りの降参とみなした道館は21日、28日節も、あるに攻撃を開け、百字以上の外城を攻めようとした。これにより抵抗をめた安は、 その野岸に紛れて逃亡した。尺事以上を陥落させ、川越城との連絡線を回復して、行動の自由を得た道館は、主君、秋貞、貞政と合流して、北武蔵、上野を転戦して、影春を封じ込めることに成功。文明十年、1478年正月に入って、小学坊が和議を打診してきた。 この和議を妨害するかのように、同月安純が平塚城によって再挙する。しかし、二十五日に再び同館がそこへ攻撃に向かったため、安純は、またしても戦わずして、足立方面に逃亡した。安純のその後の消息は不明となっており、これにより、名族、豊島市の本州家は滅亡した。なお、以前の通説では、安純は、マリコ城、 神奈川県川崎市から、さらに小机城、神奈川県横浜市へと落ち延べだとされていたが、現在は、入井正を、葛城明彦らによってこれはほぼ否定されている。異例、葛城のは、大田道館城では、豊島市が、足立より、遥かに北に逃げたため追撃を諦め、その夜江戸城に戻った。翌朝まり古城を攻めに行ったところ、敵は、小机城に逃げたとされているだけで、 これが、豊島氏であるとは、どこにも記されていない。足立より北に逃げた豊島氏が、翌朝川崎に現れるはずもなく、道館が、翌朝までに、その逃亡先を突き止めているということも、理論上あり得ない。鎌倉大蔵氏はこの、敵を、豊島氏としているが、大蔵氏は、道館上を下敷きに書かれたもので、これには、作者の誤った解釈が含まれていると考えられるとしている。 道館は各地を転戦して、影春方を攻めつぶし、文明十二年、1480年6月に、影春の最後の拠点日の城、埼玉県秩父市を落として、乱を平定した。文明十四年、1482年に、小学坊との和議が成立して、30年近くに及んだ、関東の騒乱は終結した。市のは、のに返し、 ほとんど独力で乱を平定した道館の聖望は絶大なものとなった。だが、これが、四君、秋貞、貞政の祭儀を生み、文明十八年、1486年、道館は、か谷館、神奈川県伊勢原市で貞政によって暴殺された。江戸田原古戦場付近には、この合戦の戦死者を葬ったとされる、と島塚が点在していたとされ、一部は、 現在も名残を止めている。江戸タ原付近には、合戦以前に、道館が混流した、または戦勝祈願を行ったとされる自社が多数、存在している。推定、戦場跡を取り囲むようしてにあることから、地下の桂木明彦は、江戸タバラは偶然戦場となったわけではなかった。道館にとって、兵を伏せておきやすい、前線基地的な意味合いのある場所だったと推測している。 一時松陰、新宿区西落合一の十一の二十三、工房大師、空海が日光に参見する途中で、観音を空用したのが、始まりと伝えられる寺院で、招き猫伝説発祥伝説地、招き猫伝説の詳細については、口述の一つ。関東で唯一、私年号、福徳元年、千四百九十年名の痛みが、残るが、 これは、当時の中央政府の衰退や、世相の混乱、民衆の原世利益の追求を物語るものと、考えられている。ニスカイナリ神社、中野区江原町1-44旧地イコール、江原町3-17同館による江戸田原活戦、戦勝祈願の伝説が残る神社、三条高田ヒカ神社、中野区城、高田4-42の江戸追記直前の京都区に、 1453年の創建。長六年間、1457から1460道館は、しばしばここに出で、松を植栽したと言われている。北の神社、中野区松が丘にの27の一道館による絵ごた、玄関戦、戦勝祈願の伝説が残る神社。以前は、近くの、クズが谷五霊神社と同様に、おびしゃ祭りが行われていた。 五江戸田氷川神社、中野区江戸田三の十三の六江戸追イの三年後に、当たる干渉元、1460年創建の神社、道館による江戸田原合戦、戦勝祈願の伝説が残る。沼袋氷川神社、中野区沼袋一の三十一の四、江戸田原合戦の際、道館の本陣になったと伝えられる場所。当日、道は社殿前で、軍神祭を行い、 杉の木を植樹したとされる。その木は、道館杉と呼ばれ、高さ三十メートルにまで成長していたが、昭和十七から十九年頃に枯れ、今は根の一部の実が残る。北の神社、中野区荒井四の十四の三遅くても十六世紀には存在した神社の北の神社と同時に建て祀られたとも考えられる。豊玉日川神社、練馬区の十五の五抹茶の北の神社は、 道館が中洗の陣屋内に建築ったものとされる。豊島方の練馬城までは約 1.5km、豊島市の下屋敷との説もある。土の山までは約4 0 0メートルの距離にある。道館による豊島方との合戦の戦勝祈願伝説が残る。小学院、練馬区豊玉南2の15の2豊玉、氷川神社内の北の神社を守るため。 道官が別当寺寺ととしして創建したと伝えられる寺院、東中野氷川神社、中野区東中野一の十一の一道官が、豊島市との合戦の際に戦勝を祈願して、杉を植え、勝利後には社殿を作り直したと伝えられる神社。本郷氷川神社、中野区本町四の十の三道官が、文明元、1469年に、江戸城鎮護のため武蔵一宮の氷川神社、現 埼玉県埼玉市の文礼を建て祀ったとされるもの。豊島市との合戦の際には戦勝祈願を行い、勝利後には社殿を作り直した、との伝説も残る。新名日川神社、中野区弥生町4-27の,の30道館が、文明元、1469年に、江戸城鎮護のため武蔵市一宮の日川神社、現。埼玉県埼玉市の文礼を建て祀ったとされるもの。 このほか、クズが、谷五霊神社、新宿区西落合二の十七の十七や、高古寺、中野区江ゴ田三丁目、江ゴ田の森公園付近、現存せずには、江ゴ田原合戦の戦火に相承ししたとの伝説が、残れている。江ゴ田原合戦の推定回線地から、東五百メートルの地には、自称院、西落合一の十一の二十三という寺院があるが、ここには、 所詮に敗れて、道に迷った道館を一匹の黒猫がこの寺院に導き、それによって道館は敵兵から逃れることができた。道内で一夜を過ごした道館は、その後兵を率いて、勢いを取り戻し、大勝利を収めることができたことから、合戦後はこの黒猫を江戸城に連れ帰って、大変可愛がり、死後は丁重に葬った。その後奉納したのが、今も地蔵道内に残る。 猫地蔵であるとの伝説が残されている。招き猫伝説は、世田谷豪徳寺のものが最も有名で、一般には招き猫人形もそこで誕生したとされるが、蒸気の伝説により、自称院で誕生した、とする説もある。同院の猫地蔵堂は、毎年2月3日の節分の日のみ会長されている。釈寺上落城に際して、城主の安常は、 火宝の黄金の蔵を白馬に乗せ、これに乗って、石寺公園内にある美穂寺池に受水し、次女の照姫も後を追って受水したという愛話が残っている。しかし、史実では安恒は石寺上落城の時には死んでおらず、後に再居している。照姫伝説も、明治29、1896年に、作家の地塚霊水が表した小説。 テルヒ賞のストーリーがルフされたものでり、テルヒメ時代も霊水が作り出した全くの架空の人物である。石寺城市は現在の石寺公園内にあり、東京都練馬区では昭和63年以来、豊島一族を忍んで、毎年盛大にテルヒメ祭りを開催している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。